こんにちは、にじこです。もう実は今日もう3時間ぐらい今日どうやって話そうかなと思って話したいことがありすぎて、それをこうパズルのようにあれをこうしてこれをこっちに持ってきてああしてこうしてとかやってたら3時間ぐらい経っちゃったんですよ。それでサムネも4個作ったんですよ。で全部ボツになって、なんか今日いつになくね全然こう話せなかったんですよね。なんかまとまりなくなっちゃいそうで、一応考えてるんですよ、私もいろいろね。でちょっと風さんからの素敵なインスタポストがあったし、ズッツさんのダイアリーも気になってたし、ちょっとそれに絞ってまずちょっとお話しさせていただこうと思いました。風さんからねストーリーもいろんな人のシェアが載ってて、そしてポストのインスタポストの方にはなんかライブでね一緒だったダンサーさんたちとか、あとお祝いのケーキ Congratulations on debut 3 great year っていうね素敵なケーキと、これはみんなでハッピーバースデー歌ってるんでしょうか、写真があって、でズッツさんと一緒にねこの並んでる写真、ズッツさんもお誕生日のサプライズをお祝いしてもらったってことでね、2人でこれ一緒のアイアムユーのベージュ一緒の着てますね。そしてねいい笑顔でズッツさんも、でねここにね、それでね一緒に雪合戦したりして本当にね仲良しですよね、スタッフさんたちみんな、ダンサーズのみんなと雪合戦して、でこのなんかヤフさんもいてみんなでくつろいでるような写真もあって、ちょっとここに書いてある風さんのね日本語がちゃんと書いてあったんでね、これを紹介しようかと思います。人生お疲れ様ですって、これライブの時にも言ってくれるんだけど、人生お疲れ様です。面白いね風さんの表現がね、人生お疲れ様です。気がついたらデビューして3年になってました。マネージャーは48になってました。何を良いことをしてこんなに恵まれているのだろうと思います。たくさんの愛を本当いつもありがとうございます。俺もできる範囲で送り続けます。でもお互い休めるときにしっかり休もうね。ということでね。本当に気がついたら3年、そんな感じだったんでしょうね。走り抜けてきた3年だったんでしょうね。休む間がなかったですもんね。で、マネージャーも48になってた。45の時から始まったんですね。ズッツさんがね。何を良いことをしてこんなに恵まれているのだろうと思いますって、このまた謙虚なことよ。良いことしかしてないじゃない風さんっていう感じですよね、本当に。で、こんなに恵まれているのだと思います。たくさんの愛を本当いつもありがとうございます。こちらこそですよね。俺もですよ。俺もできる範囲で送り続けますね、愛をってことですよね。でもお互い休めるときにしっかり休もうね。本当ですよ。風さんも休んでくださいって思いますね。本当にこうゆっくり休んだときってあるのかしらと思ってね。楽しんで仕事っていう感覚じゃなくて楽しんでやってるっていう、それは本当でしょうけれども、でもなんか時にぼーっとするような時もね必要かなって思ったりもするんですけどね。いやーなんか珍しく風さんがしみじみこんな風に語ってて、私もしみじみ見ちゃったんですけどね。本当にこう3年っていうね、もう私も振り返っちゃいましたね我が身の3年を。私のそのなんか人生がこうゴロンと変わったのがやっぱり3年前で、風さんを知ったと同時だったんで本当に余計に感慨深いですね。本当あっという間の3年だったって私ですら思うんだから、まあ風さんもねもう目まぐるしくいろんなことがあったからね。デビュー3年前にデビューした時にまさか3年後にねベストアーティストで世界一に選ばれるとか、死ぬのがいいわが世界の
世界一のなんかもうトレンドっていうかね、みんなが知るところの歌になるとか想像できなかったでしょうね。まさかまさかでしょうね、うん、いや想像してたかな、してたかもしれないですね。いつかは世界にって思ってたわけだからね、うん、思ってたからそれが現実になったのかもしれないね、うん、あそっちかもしれない、うん、いやまあでもそれにしても本当にね、すごいことですよね。風さんのデビュー3年、そしてズッツさん48歳、本当にねおめでとうございますですね、うん、そしてねこれなんかヤフさんもこれみんなくつろいでる感じでいいですね、うん、でズッツさんからのダイアリーなんですけど、ねこれもグッときましたね。 LAAT 福井公演2日目、マネージャーカーズ、2023年1月29日、福井公演のコンサートプロモーターは共同北陸さん、担当は渡辺さん、かっこマー君、社長は後藤さん、前回の AAHT ホールツアーで風にドハマりした後藤さん、昨日の福井初日を見た感想、佇む、微笑む、そこにいる、そこにいるだけで人が寄ってくる、全く圧のないスターは初めてやな、とありがてえお言葉をいただきました、ということなんですけどね。本当にこれもうズバリそれですよね。風さんがそこに佇む、微笑む、ただそこにいるだけで人が寄ってくる、本当にねそんな感じしますよ。なんかもう常にこうふわふわゆるゆるしてる感じがあるんですよね、私の印象だとね。全く圧のないスターは初めてやなって、わかりますね。圧なんてあの字もないですね、うん、自分がそんななんかなんだろうな、すごい人だとかビッグなスターだとか、いやそんな風にね思ってない感じですよね、うん、ステージに上がるともうスイッチが入ってね、すごいオーラ放ってね、もうビッグスターになってるんだけど、いざステージを降りたらもう本当に普通の人、全く圧のないね、でそれだけに微笑んでそこにいるだけで、佇んでるだけでなんかこう人を引き寄せるものがあるんですよね。なんかもう本当に変っていうかおかしいんだけど、マリア様のような慈悲みたいなのをね時々感じるんですよね、風さんの微笑みとか見てるとね。本当になんか、うん、大きく包み込むようなね、そんな存在がそばにいたらもうそれだけでね多分癒される、浄化されるみたいなね、そんな感じをねやっぱり受けちゃうんだと思うんですよね、一緒にいる人たちは、うん、言葉にうまくできないかもしれないけど、なんか風くんがいるとなんか気分がいいなみたいな、なんか気持ちがいいなとか、なんかそういう感覚はみんなあるんじゃないでしょうかね、うん、なんかねまあちょっと変な話かもしれないんですけど、波長ってこうその波長とかその波動とかね、そのそれぞれみんな違うわけですよ。でまあ分かりやすく高い波動とか低い波動とかっていう言い方をするとですよ、もう一番上は悟りとかなんですけど、まあ、その下の喜びとか安心とかそんな波動にいる人たちっていうのは、まあ、数字でも表せるんですけども、まあ、数字がその高いわけですよね。でそういう人たちがいるとその場のたくさんの人たちが勝手に癒されていく、勝手にその波動の影響を受けて目覚めていったりするっていうね、なんかそういう話があるんですよ。でもう風さんなんかはそのなんか世界に60人ぐらいしかいないっていうレベルの人なんじゃないかって私は思ってるんですけど、その人たちがその地球のあちこちに点在することでその周りの人たちを目覚めさせ浄化して癒していくっていう、そんな存在、そんなこと風さんは自覚も何もないかもしれないけど、
うん、そんな一人のような気がしますね、うん、でその下の段階っていうのもあって、で下の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 段階とかね、うん、で私もその下の下の段階で、それでも少しでもね、やっぱり私の周りの人が気分良くなってくれたらいいなと思いながら、私は日々いろんなことをやったり生きたりしてるわけなんですけども、うん、本当にね、そのいるだけでいいっていうの、まさにねそれなんですよね。そのレベルの人っていうのは、何かをしなくても言わなくても勝手に周りが分かっちゃうんですよね、感じちゃうんですよね。でなんか気づいたら楽になってる、気分がいい、浄化された感じみたいな、よくライブに行った人もそういうことをコメントしてるじゃないですか。あれは本当に自然に感じちゃうんですよね、うん、変なこと言ってるみたいかもしれないけど、でも本当にそう感じてるんだと思うんです。私も感じます、うん、だからこの社長の後藤さんも、まあ、そんなことを感じて、もう肌で感じてるんでしょうね。それで大ファンだっていう、ドハマりしたっていうね、そりゃそうなりますよね。きっともう周りの人みんな大好きですよね、風さんのことね、うん、はい、ちょっと変なこと言っちゃいましたけど。そして終演後、そんな後藤さんとレジェンドマイ監督の、ん？レジェンドマイ監督の、ごめん間違えた、これ5時ってことですね、監督ってことですね、多分、ちょっとごめんなさい。そんな後藤さんとレジェンド監督の増渕さんとの会話。後藤さん、めっちゃええライブやってるね。増渕さん、そりゃそうでしょう、俺たちが楽しいんだから、と。これまた嬉しいやりとり、嬉しいよねこれはね。いや、ズッツさんも嬉しいでしょうね、なんかもう目細めてニコニコしてるのが目に浮かぶようですけれどもね、めっちゃええライブやってるねって、そりゃそうでしょ、俺たちが楽しいんだから、最高じゃないですか。もう楽しいって、自分たちが楽しいって、最高ですよね。そんなのね、見せられたら 見る方だって楽しいに決まってますもんね。うん、ツアーも終盤戦に差し掛かり、スタッフグルーヴも高まっています。さあ今日もどんな LAAT になるのでしょうか。PS、 超個人的なことですが、先ほどのリハーサル中にサプライズで誕生日お祝いをしていただきました。本当恐縮です。と思いきや、さらにサプライズで風のデビュー3周年のお祝いも。ツアースタッフの皆さん、盤面の皆さん、ダンサーズの皆さん、そして SNS などでお祝いしてくださっている風ファンの皆さん、ありがとうございます。本当恐縮です。って、いやいや、もうそりゃお祝いするよね。いや、やっぱりサプライズでお祝いあったんですよね。うん、で風さんの3周年のお祝いと一緒にね、いい笑顔してますよこれ、風さんとズズさんとね。うん、なんかズズさんがこんなに満面の笑みしてるのあんまり見ないから嬉しいですね。うん、ツアースタッフ、盤面、ダンサーズ、みんなでお祝いね。そして SNS でお祝いしてくださってるファンの皆さんって、そこもちゃんとね、見てくれてるのが嬉しいですよね。うん、風ファンの皆さんってズッズファンでもあるんですよね。もう今や風ファンイコールズッズファンみたいな、そういうことになっちゃってますから、うんね。お礼に今日のお昼、なんだっけこれ、おもむろにって読むんだっけ、雪合戦を始めた風とダンサーズの写真載せておきます。楽しそうね。もう雪合戦って、この持ってる雪のでっかいことで、風さんは可愛いまん丸のね、雪合戦らしい雪を持ってますけどね。風さんもね、なんか楽しそうで、なんか思い出しますね、札幌にツアーで行った時に、ズッツさんと雪合戦してたのありましたよね。ありましたよねって知らない方もいるかもしれないけど、札幌でね、ズッツさんと雪合戦楽しそうにやってる、そんな動画がちょっと上がってましたね昔ね。うん、いや本当に、でもちょっとこの風さん、このパンツペラペラのやつで寒くないのかしらってちょっと思っちゃうんだけど、もう冬も夏も何も関係ないんでしょうねきっとね。うん、お気に入りなら着ちゃうみたいなね。
やもうでも本当に皆さんが楽しそうな姿を見るのが私たちファンにとっても嬉しいことですよね。そう、そしてねやっぱり私この風さんのね言葉がね本当しみじみ人生お疲れ様ですっていやでも本当にしみじみ風さん自身も振り返ったかもしれないですよね。3年ってすごいですよ。このあっという間の3年突っ走ってきて、でこのツアーがこの2月で一区切りついて、でしばらくツアーはないということなんでね、休める時にしっかり休もうねってことだから、風さんももしかしてちょっとお休み考えてるのか、それともいきなりもう海外飛ぶのかわかんないけど、でも海外行くのもある意味ちょっと休まるかもしれないね。やっぱり日本にいるよりも全然フリーに行動できるだろうしね。まあどうであれ、もう風さん、ズッズさん、スタッフの皆さん、みんながね笑顔でねこうしてねいてくれてる姿を見ることがもう我らの幸せ、そんな感じですよね。はい、ちょっとなんかしみじみしちゃったんでちょっとこれだけ別に撮っちゃいました。まだいろいろ話したいことはあるんですけれども、ちょっと次々あげちゃうかもしれませんけど、すいません。はい、ということでした。ありがとうございました。ではまた。